こんばんは、ゆきまるチャンネルです。ゆきまるくんです。パパさんです。ママさんです。今日はですね、ママさんがちょっとお話をしたいことがあるんですけども、いつもなんかこうね、何か問題を抱えているとのことなんですけど、常に問題はあるんですけどね、私忘れっぽいんです。皆さんはどう日頃のね、生活でね、忘れないように過ごしているのか。私はこの間も動画に載せてますが、忘れてしまうのでメモを取ってるんですね。でメモを取っても忘れてしまう、メモがなくなってしまう、もうそんなのザラにあるわけですよ。あれ書いたのにな、あれどこ行っちゃったんだろうみたいな、っていうのがもうしょっちゅうなんです。だから最近はセロハンテープをつけて貼ってます。ギーちゃんがこの間それをくちゃくちゃってした。そうそう、そんなこともありました。パパさんは ものすごく物知りというか知識のある方なので、私はいろいろと教えてもらうんですね。で教えてもらっても忘れちゃしょうがないんでメモを取るわけですよ。それをギーちゃんがくしゃ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 ってしようもうそれで記憶が飛んでしまうんですね。何、メモと一体化してんの、記憶が。そうだよだからみんなどうしてんのかなと思って、そんなに忘れないのかなとかね。もう私はもう常にキャパオーバーなんですよ。いろいろとありすぎて、でまたそれをね、なんか言うと言い訳がましく思われるのでパパさんには言わないんですけど、まあでもうちのスタッフはすごくそれを分かってくれて、もう理解者が多いので、いや本当に仕事量が半端ないから、はい、しょうがないですよみたいなね。フォローしてくれるんだ。そう、みんな優しい。すごいね、優しい。結構ママさんはね、忘れっぽい上に依存体質なので、忘れることを前提として僕に頼る時が結構あるんですよ。ちょっと待って、会社では私は全然そういうのない。全然会社の話じゃなくて今プライベートの話をしてる。プライベートね。そう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 、パパさんにね。そうそうそう、パパさんにはもうね、多少はあるよね。いやもっと初期の頃ひどかったからね。でも今はあんまないじゃん。もう今ほらもう自立した女性じゃん、なんか素敵な自分で言っちゃう素敵な知的な。そんなわけで皆さんはどうやってで、その忘れないように工夫をなさっているのか教えていただきたいなと。結構ゆきまるくんつながりじゃないんだけど、特にママさんが忘れるタイミングっていうのが、ゆきまるくんを包丁している時にかまった瞬間とかなんですよ。かまってちょっとなでなでしたら、あれ何やるんだったっけっていう事件が起こるわけですよ。だからゆきまるくんを起点にして、もしかしたら忘れっぽいのが発動されてるんじゃないかっていう説も意味が分かんないね、ギーちゃん。だってギーちゃんがほら紙メモをかじっちゃうわけでしょ、うん、でそれで記憶が吹っ飛ぶんでしょ、うん、そうだよ。だってメモなくなったら覚えてるわけないじゃん。で包丁してる時にゆきまるくんを構うことによって忘れることがあるわけじゃん。そうってなると、ギーちゃんがもしかしたら記憶を捏造してるんじゃないかって、いう疑惑まで出てきちゃしまいますよ。そしたらしょうがないよね、もうギーちゃん、ね、ギーちゃんしょうがないね。で、まあ、結構そのメモを取るっていうのはね、いろんなツールとかも教えて何とかやったんですよ。最近ではね、タイムツリーをね駆使して仕事ではやってるんだけどね。そう、もうあれは便利でね、本当に本当に忘れちゃうんで、うん、もうお客様からのね連絡とかもね、常にねタイムツリーに入れますね私は。そして皆さんに共有するみたいな、うん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 、もう一人でね抱えてしまうとですね、危ないので、うん、結構メモの仕方とかもあるんじゃない、そうなると。本当にいろんな意味でフォローしてくださってるんじゃないでしょうか。もう感謝ですありがとうございます。じゃあなんか無意識なの、そのやっぱ忘れちゃうと。無意識、もちろんそんな無意識に決まってますよ。なんか忘れてるかもしれないっていうなんか引っかかりとかはないの？たまにスコーンと本当に抜けるの。スコーンってスコーンと抜けて、後に思い出した時にもう本当アニメの世界
あの青い線入ってくる。そうそうそう、やばいな、やっちまったみたいな。ないですか？あんまりスコーンと抜けることはないね。常になんかあるんで、なんか忘れてるんじゃないかっていう感覚が。今日も言えないけどね、あってし、あってし、あってし、スコーンって抜けた一件。今日もあったの？やば。まあこんな感じに毎日あるみたいなんですよ、スコーンと抜けるのが。だから私ちょっと病気なんじゃないかなと思う。あ、ちょっとね、あの頭がいっちゃった。まあでもね、工夫次第でなんとかなる部分は一応あるわけだね。そう、あのね、パパさんによく言われるのは、病気なんじゃないかって言って逃げて努力を しないのはダメだと。あ、そうだ ね、病気かどうかは分かんない実際要は自分次第だと。まだね、なんとかなるレベルだと思いますよ。そう、薬飲まなきゃダメな人とかいるからね、忘れちゃって。まあ、そこまでじゃないですけど。いや本当にキャパオーバーなだけだと思う、結構仕事量が。まあ、一人でやるにはね、全部抱えるのは大変だと思うよ。だからこう分業しなきゃ。任せられる人がいればね、全然問題ないんですけど。なかなかね、人手っていうのもね、探すのも大変だしね。もう今どこもね、人材不足ですよね。いや本当に忘れると大変なんですよ。生きるって大変だなと思います。生きづらさを感じてる。そうですね。まあまあでもね、本当にそのあるかもしれないからね。実際僕もそういうなんか社会生活で生きづらさをすごい感じる場面っていうのはたくさんあったんで。社会不適合者でしょ。はい、そうなんです。いやでもね、あのいろいろ思い返すと、やっぱり幼少の頃からちょっと変わってたなって、自分は。今も変わってると思う。あ、もうね、だいぶね。っていうか、パパさんもだいぶ変わってると思うよ、子供の頃から。あなたは子供の頃知らないじゃん。いや、私はあの聞いてるから。変わってたでしょ。変わってない。変わってる。変人だよね。超普通で変人だよね。凡人じゃないよね。何それ、その言い方だとなんかすごい人みたいじゃん。あ、間違えた、変人だったという感じです。はい、まあ最近はね、物忘れに対してちょっと意識している部分もあって、だいぶ良くなってきた面はあると思います。いや、それでもまだスカンって抜けます。抜けるんですよね。もっとね、昔はね、スカンが多かった悪いけど、スカンが多すぎた気がする。でしょっちゅう怒られてたよね。そうだ、ね、ほんと怖いんですよ。ほんとなんかお父さんみたいですから。そのなんか忘れるレベルがちょっと、ね、依存してる系の忘れ方だったんで。でも本当に私はパパさんと出会ってからお父さんみたいな感じだから。鍛えられたよね。あなたの方年上でしょ。鍛えられたよね。はい、やっぱり依存した状態で忘れたら、結局自分のせいなのに誰かのせいにしちゃうじゃないですか。あ、言っていいですか。はい、依存で思い出したんですけど、はい、今日あのスタッフの方が依存する人の話をしてて、はい、なめくじ体質だと。はいはいはい、ね、なめくじってすごいよね。私もうキラキラ笑っちゃったんだけど、そういう人が多いと。ベタッとするってこと？いやだからほら、結婚しててさ、もう旦那さんにさ、私の一生を捧げたんだからみたいな、そういう話をいろいろ出たから、まあなめくじになっちゃいけないなと。支え合って生きるんだけど、依存に走るのではなく、自分を持っていないといけないっていう話です。まあでもすごい、そういう自立するっていうのはなんか人生のテーマにあるみたいな感じですね、ママさんはね。そうだね、あの今女性でもすごく自立して、本当に、まあ、昔と違うからさ、結婚だけが一つの形じゃないから、自分に力があれば食べていけるわけだし、男性に頼らなくてもね。でも愛する人がいたら、その人と生活して生活が成り立つわけじゃない。支え合って生きるっていうのもすごく大事で、ただ支え合って生きる中でも自分を持ってなきゃいけない。もし旦那さんが急に明日死んじゃったらどうするっていう話を、それを今日パートさんと話した。はいはい、でその時になめくじ体質が出てきたと。出ちゃうわけよ。だからそうなった時に自分が困らないようにっていうね。なかなかうちのスタッフさんはね、いい話をね本当ね、あのね、すごい頭のいい方なんで、話してもすごい面白いんですよ。だからね、女性なんですけど結構男性寄りの考えっていうか、私はすごい話してて、あー面白いなって、なめ
メイクしか、まあでも大変ですよ、いろいろ。本当生きていくって大変ですよ。でもいいよね、支え合って生きていけるっていうのはね。ああまあそうだね、うん、ただここまでっていうね、支え合うにしても、ね、ああ線引きがね、 そこの境界線を越えたら依存し合う関係になっちゃう。そうそうそう、依存になっちゃうから、そうね、そこが大事ですよね、パートナーとね、うまくやるにはね。この間ほらコメントであったでしょ、難しい言葉で、ね、何でしたっけ、あのあまり使わないんでちょっと飲酒、飲酒運転、はぁあーなんだっけ、インセンティブじゃなくて、インセンティブじゃないでしょ独立した関係ってやつ、ね、そうそうそう、ほんとそれはね大事だと思いますよ。明日死んじゃったらどうするって話ですよ。僕ら極端な話、お互い多分片方死んでも多分大丈夫だとは思いますよ。なんとかね、なん全然この家も維持できるし、お互いに唯一ね、ゆきまるくんの寿命を考えたらママさん残るとちょっと厳しいかなっていう感じかなまあそんな感じでね、あの物忘れに関して何かいいコメントやいい方法があればぜひご助言いただきたいというお話でした。なんで物忘れからナメクジになったんだろうね。わかんない、ちょっとママさんが今今日酒入ってるんで、またあのエンジンフル回転になってる話だと思います。この動画が良かったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。各種 SNS もやっておりますので、 Twitter、Instagram、TikTok ですね、概要欄の方からフォローいただけると喜びます。では次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。